ちょっと2日ほど空いてしまいましたが、先日5月24日の DQ10TV であった提案広場に生アンさんについてお話ししていました。前回まで、ほぼそのまま採用みたいなね、そういう内容の提案の紹介をしていたんですけど、残りはね、はっきりした答えが出ない、そんな内容であって、それらの、問題点とともに、私なりの考えなんかもお話ししていければな、というふうに思います。で、一つ目は、スーパースターのボディーガード呼びについてという提案で、スーパースターのボディーガードという、特技があるわけですが、今ね、ボディーガード呼んでる状態なのか、帰ってしまった後なのか、これを、わかりやすくしてほしいと。そういう内容の、提案ですね。ということで、安西先生の回答としては、ボディーガードのアイコンを、表示する方向で考えてみますみたいな感じだったと思うんですが、このね、ボディーガードのアイコンを表示すべきかどうなのかみたいな、そんな話題になってましたね。こういうアイコンとかって、表示した方が分かりやすいんですけど、今の現時点でね、すでにこの、いろんなね、バフですね、強化効果のアイコンがたくさんあって、で、たくさんかけると、ね、点滅でチカチカしてしまって、今何がかかっているのか、現時点でもかなり分かりづらい、状態になってしまってるので、これ以上アイコンを増やしてしまうと、それはそれで見づらくなってしまうのかなというところでね、なんというかね、いたしかゆしと言いますか、どちらがいいのかね、判断しづらい問題ですよね。表示するとしても、どういうアイコンがわかりやすいのかみたいな問題もあって、ボディーガードには、黒服、白服、金服、ね、黒い服着てる、ボディーガード、白い服、金の服とね、3種類あって、で、肩代わりしてくれるダメージが違うわけですが、今ね、何色の服のボディーガードがいるのかというものをわかりやすくするために、ボディーガードの、色に合わせてアイコンも変えると、今度は、金色ですね。黒とかは見やすいんだけど、金色はすごく見づらくなってしまうと。そういう問題もあったりするらしいですね。で、私が見かけた生放送のコメントなんかでは、アイコン自体は黒で統一して、バイションとかね、スカラとかみたいに、数字で、黒は1、白は2、金は3みたいな、数字で表現するというのはどうかみたいなのを、コメントに書き込んでらっしゃる方がいらっしゃって、そういう手もあるのかなというのは思いました。あと、私が思ったのは、現場と同じように、ボディガードが、出ている間は、顔アイコンを、プレイヤーたちと一緒に並べて表示してもいいのかなと。で、そこでボディーガードの顔アイコンとともに、HP、最大 HP と、残りの HP と、を表示してもらったら一番わかりやすい気はするんですけど、それはそれでね、例えば、アンちゃんとかエスラさんとか、NPC が入っているバトルとかで、スーパースターと天地雷鳴士が同時にいて、で、スーパースターは、ボディガード呼んで、天地雷鳴士は、ゲンマを呼んだ状態だと、最大、顔アイコンが7つ並ぶことになるので、それはそれで見づらいのかな、ということもあってね。なかなか難しい問題だなと。で、この強化アイコンを、表示非表示、ね、選択できるようにするみたいな方法もあるのかなと思いまして、例えば、戦士とか前衛職だと、覚醒のアリアとか外国のララバイとかで、呪文ダメージ上昇とか回復量上昇みたいな、そういう強化効果、がついたときに、その、
アイコンを表示しないみたいな。非表示にできるみたいな。まあ、そんなのが選べてもいいのかなとか思ったんですが、まあ、逆にね、公営職だとバイキルトとかを非表示にしておけるとかね。そんなことも、そういう方法もあるのかなとか、あったんですけど、まあ、ね、それが、そういうふうに選べると、アイコンが増えすぎた時に、まあその問題が多少マシになるのかなとは思ったんですが、まあこれはこれでね、最初の設定が、まあ職業ごとに全部、アイコン、表示する表示しないを、設定するのがめんどくさすぎる気もするのでね、なかなか難しいなと。あと、提案広場の方で、ボディーガードの召喚中は再召喚できないようにすればいいのではないかと。ボディーガード召喚している状態だと、このボディーガードっていうスキル、特技自体が使えない。というふうにしてしまったらどうかという意見もありましたが、まあ、この再召喚できないようにしてしまうと、早めの更新っていうのもできなくなってしまうということになりますよね。例えばこの後、敵の強力な連続攻撃が来るというようなタイミングで、更新できないということになってしまうと、敵の強力な連続攻撃をまともに食らってしまうという状況が起こり得ますので、まあ、それはそれで良くないのかな、ということですね。ので、まあ、なかなか答えの出づらい問題ではあると思います。これと似たような問題で、モンスターの上部に出る吹き出しの表示についてですね。ということで、まあ、エンドコンテンツのバトルなんかで、敵がどんな行動をしてくるのかという、いうのがね、重要になってくるので、まあ、敵の技名の吹き出しに、つい注目しながら戦っていくわけですけれども、まあ、これが弱体効果の技を使った時に、まあ、これこれの状態になったね、毒の状態になったとかね、まあ、そういうのが、吹き出しに出るので、まあ、タイミングによっては敵の技名の表示が遅れてしまうということがあるんですね。まあ、こういうことが特に、探検の魔法使いとかが毒状態にするということが多い、羅刹王バラシュナ戦ですね。で、起こりやすいということみたいです。まあ、他のボスなんかでもね、似たようなことが起こりますね。で、まあ、これをなんとかしてほしいっていう提案なんですけれども、まあ、一応、まあ、吹き出しが2つ3つ同時に出せるような形にできないかということで、まあ、検討してみるというような感じでした。まあ、これ、技術的には不可能じゃないんだけど、まあ、ちょっと処理が重くなってしまったりとか、まあ、別の問題が発生したりして、まあ、この実現可能かどうか、今のところ、まあ、よくわからないみたいですね。で、また、吹き出しが2つ3つ出たら、まあ、情報としてはわかりやすくなると思うんですが、まあ、今度は、どれが敵の技なのか判断しづらくなるみたいなね。まあ、そういった別の問題も起きて、そうな気もしますよね。で、先ほどのボディーガードのアイコンとかもそうなんですが、まあ、分かりやすくするには情報量を多くする必要があるんですけど、まあ、情報量が多くなると多くなった分、まあ、今度はね、まあ、処理、まあ、ゲーム的な内部の処理の問題、処理が重くなってしまったりっていう問題とか、あと、まあ、単純に視認性ですね、見やすさが、まあ、いろんな情報が画面に入ってたら、どこを見ていいのか分かりにくいという問題も出てきてしまうというので、まあ、どういう形がいいのか、まあ、結構難しいということですね。でも、バラシュナに関しては、まあ、バラシュナのモーションから技名を判断するとか、ね、まあ、エンドコンテンツ慣れてる方とか、そういう風にされてるみたいなんで、うん、まあ、そういうことを、考えてみた方がいいかもしれませんね。で、今回最後にお話しするのが、職人練習場で、素材購入をしなくても、職人ができるようにしてほしいというものですね。
食事の練習場では、売られている素材が本当に多岐にわたるので、どこに何が売られているのか分かりにくくて、素材を選ぶのにかなり手間がかかってしまうという状態みたいです。ですので、職人練習場では、素材を買わなくても職人ができるようにしてほしいという意見ですね。こちらに関しては、わざわざ一旦素材を買うようにしてあるのは、二つ理由があって、一つは、実際に素材を買うことで、必要な素材を覚えてほしいという、そういう運営さんの、思いと、もう一つは、素材なしで職人できるというのは、通常の職人活動、ね、職人練習場外での職人活動とは、別の仕様になってしまうので、それを新たに開発するというのも、すごく大変だし、実現したときに、もしかしたら職人練習場外、通常の職人活動に、どんなバグが出てしまうかわからないみたいな、そういう事情もあるみたいです。で、一つ目の理由に関しては、この素材を覚えてほしいということに関しては、実際細かな必要素材を覚えてなくても、メモ機能がね、今充実していたりとか、倉庫の素材もね、そのまま使えたりするので、そんなに覚えてなくても支障はなく、職人ができる、そういう環境になってきています。ですので、素材を覚えてほしいというのは、おそらく理由の一つではあると思うんですけれども、あまり、重要度の高い理由ではなくて、二つ目の理由ですね。開発のコストが大変だったりとか、作ったとしてどんなバグが出るかわからないという、そういう事情が大きくて、やってないんだろうなというような気がしました。という感じですよね。で、前回お話しした、仲間モンスターをどこまで強化するのかという話題と合わせまして、画面内の情報量をどこまで増やすのかとか、利便性ですね。便利さを追求して、どこまでコストをかけるのかというのは、なかなか難しい問題ですよね。情報量という点で言えば、わかりやすい方がいいに決まってますし、利便性という点では、便利な方がいいに決まっているんですけど、そのわかりやすさ、便利さっていうのも、人によって感じ方がね、変わってきますのでね、これが正解というのはなかなか言いにくいと思われます。ただ、だからこそ、意見を出し合うというかね、様々な提案をして、いろいろなところで議論を深めていくというのが、重要なのかなというふうにも思いますね。というところで、今回はこの辺で、次回は最後に、一番ね、意見の分かれそうな提案についてお話ししようかなと思っております。どうもありがとうございました。